コントンさんから動画が送られてきて、お前ちょっと一回コントンに電話つなごうかな。お前フミヤ君と見てます。お前なんやキスさん、お前このチンカス野郎が。チンカス野郎。お疲れ様です。ウェー、じゃあコントンさん一発芸してよ。はい、早くして。一発芸ですか。うん、一発芸。3、2、1。 JK が自撮りした前と後。はい、ということで全く面白くありませんでした。はい、あいつはマジで面白くありません。はい、あいつは終了。コントン、つまらん。はい、コントンとコントンの間で本当の感情をコントンの不満やだ。骨格アロベティなんて口で言うほど簡単だって言うと。行きます。コントンとコントンの間で本当の感情はコントンの不満ないような強格格アロベティなんて口で言うほど簡単じゃねえ。バカ野郎、お前いつまでやっとんねえそんなこと。おい、コントン、お前コントンはいいやつなんですよね。面白いっすよ、めちゃくちゃ。コントンとバーベキューした時があって、でみんなでショットで飲み合うみたいななった時に、コントン飲めんかったんよ。コントンお酒飲めんけん、もともとだけ、いやお前飲まんでいいよみたいなって言って、じゃあ僕焼肉のタレショットで飲みますとか言って、焼肉のタレの方が塩分多いけんテキーラよりやばいっちゃん体に。飲み寄ったショット2杯。焼肉のタレショット2杯飲み寄った。めちゃくちゃ笑った、さすがに。さすがにやばい。さすがに焼肉のタレはやばい。気合入っとった。あいつ面白い。コントンがありがとうございましたって来とった。チャンネル登録してね。何を言いに来たかというと。僕知ってるんですよ。あなたがチャンネル登録してないの。僕たちの管理画面データで出てるんですからね。半分はチャンネル登録したいんですよ。してくださいよ。チャンネル登録してくださいよ。お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの。そこのチャンネル登録ってボタンポチって押したら終わるじゃん。1秒で終わる。チャンネル登録だけポチって押してくれてから、もうそれでいい。ということで、本当に心からちょっとチャンネル登録してほしいです。チャンネル登録者数が増えれば増えるほど、モチベーションが上がって、面白い動画いっぱい作るけ。頑張りますよ、僕。お前らはこれぐらいせんと構わんやろ。よろしくっす。魚を2匹買いました。それぞれ名前をつけてください。ニトもニモ、2人合わせて。俺ならできる、俺ならできる、俺には俺